犯人は白人、30歳から45歳。衝動的犯行ではなく、緻密な計画に基づいて行われています。被害者への怨恨は皆無。被害者の顔を泥で覆い、匿名性を持たせています。恨みがないなら、なぜガイシャを殺すんだ？被害者は単なる象徴に過ぎない。だから折り紙の動物を置き、謝罪の意味で犠牲者の胸に花を置いていくんです。なるほど。で、どうすりゃいい？犯人を追跡するには、彼の行動を理解することです。小説ならそうだが、今は子供の命がかかってるんだぞ。続けて、ジェイデン君。一つ気になることがあります。被害者が姿を消してから死体が発見されるまで3日から5日と開きがありますが、降雨量に関しては 10% の誤差の範囲内で、いつも15センチです。一体どういう意味だ？死因は全て雨水による溺死、殺害は雨の多い秋に限られています。犯人は被害者を屋外のタンクか井戸に入れて雨水が溜まるようにしている。雨が多いほど残された時間は短くなる。さらに犯行の地理分布を調べてみました。一般的には殺人は自宅の近くで行われます。トラブル発生時に安全な場所へすぐ逃げ込めるように。犯人は自信をつけるにつれて行動範囲を広げていく。そこで犠牲者が姿を消した地点を分析した結果、犯人の居住エリアを絞り込むことができました。で、そのエリアってやつの広さは？現時点ではおよそ16キロ四方です。おいおい、それだけ広げりゃ1万人は住んでるぞ。一人ずつ質問するつもりか？手がかりが増えればエリアも狭まります。そうなれば怪しい人物と照合して犯人を特定できます。それで次はどうする？プロファイリングに当てはまり、さらにこの安全地帯に関連がある容疑者が2人います。彼らに話を聞きたい。ああ、やってられるか。こんなの時間の無駄だ。今も犯人はどこかをうろついているんですよ。すぐに動きましょう。犯人は普通の殺人犯じゃない。知的で計画的で秩序だってある。パトロールしたところで見つからない。なあ、ジェイデンさんよ、あんたはその豊富な経験をどっから得た？実際の任務か、それとも教科書で読んだだけか？私は犯人を見つけに来ました。あなた方の協力があってもなくても、私は捜査を続けます。なんだとこの野郎！いい加減にしないか。被害者が死亡するまでに15センチの雨量が必要だと言ったな。あとどれくらい時間が残ってる？天気予報が正確なら72時間もない。留守か、時間の無駄だったな。せっかくだ、とりあえず覗いてみるか。でも留守だぞ。これでどうだ？これが合法だとは思えないがな。通報するか？ナサニエル・ウィリアムスはかなり信心深いみたいだな。やつは世界の終わりを心待ちにしているイカれた野郎だ。数ヶ月前、やつが公園で騒ぎを起こして職務質問したことがある。大声ではめき散らしてたよ。声を聞いたと言ってな。俺があくまでやつを迫害するために地上にやってきたってバカなことを抜かしてやがった。イカれてるぜ。
いいタイミングだナサニエル。探していたところだよ。主よ、我を守りたまえ。私は FBI のノーマン・ジェイデンです。いくつか質問を。神はご存知です。私は何もしていません。無実です。落ち着いて。誰もあなたを責めちゃいない。話したいだけだ。なぜこんなに十字架を。何かを恐れて。時は近い。神の怒りが人々に降り注ぐだろう。私は世界の終わりに備えているのです。ナサニエルさん、先週火曜の午後4時半はどこにいましたか。ここに。私は家で祈っていました、一日中。誰か他には。いえ、一人でした。ナサニエルさん、あなたのお仕事は。慈悲深い神に人類の救済を祈ること、それが私の唯一の務めです。例の声はどうした。今もまだ聞こえるのか。声の主は誰だったっけな。よく知ってる人だろう。あの方の名前を口にするな。どんなお告げだったっけ。それは言えない。それについて話してはいけない。彼はお前に新たな生贄を見つけろと言うんだな。もっともっとたくさんの。ダメだ、やめろ。口にしてはならない。ここに来てしまう。公園に行って子供を見つけてくるよう言われたんだろう。お前は一晩中その声に苦しめられて声が止むように願った。そうだろうな、サニエル。やめろ、やめろ、もうたくさんだ。そしてお前は声が止むように男の子を連れ出して溺れさせた。そうだろう。違う、違う。やめろ、やめてくれ。子供たちを殺したのはお前だ。いい加減白状しやがれ。うわ。お前は悪魔の使徒だ。ナサニエル、俺が人生を送り返してやる。こいつは悪魔の息子だ。我らを滅ぼすために地上へやってきた。ほら早くしろ、撃て。落ち着け。誰もお前を傷つけやしない。銃を下ろすんだ。さあゆっくりと床に銃を置くんだ。悪魔よ、主の御使いに対峙したことを悔やむがよい。神の力を思い知るのだ。僕は君を助けに来たんだ。その声を取り除くために僕を信用してくれ。全能なる主よ、悪の力と戦う我らを守りたまえ。悪魔の策略から我らを守りたまえ。全能なる神が彼の王国の力を約束し、聖なる力が悪魔と魂を求めて地上を徘徊する悪霊たち全てを地獄の深淵へと追い払いますように。私の声に集中して、私の声だけを聞くんだ。下がってゆっくりと。よし、銃を下ろすんだ、ナサニエル。両手を頭につけろ。後ろ向け。おい、何しやがる。主の皆のもとに悪魔を追い払いたまえ。さあ、ショーは終わりだ。お前を逮捕する。あの状況でよく冷静だったな。俺なら撃ってた。何でも銃で解決できるわけじゃない。まあな、大抵いけるがな。